リリカカプセル 75mg プレガバリンは神経障害性頭痛に用いられる医薬品である。日本では2010年より商品名リリカとしてファイザーが製造・販売している。欧州連合では転換・全般性不安障害の承認もある。2004年11月2日、米国でメルクの選択的 COX に 疎外薬バイオックスが、新血管疾患イベントのリスク増加を理由に、販売停止になった。これにより空いた、関節炎鎮痛薬市場に、この効果のあまり高くないプレガバリンが、人食い的な痛みに特徴がある曖昧なせに、筋痛症と結びつけて販売されることとなった。日本では2010年6月の発売当初は、カプセル剤が発売された。 2020年8月17日に厚生労働省は後発医薬品として22社の80品目を承認し12月10日に薬価収録されたがファイザーは特許が2022年7月まで有効として2020年8月17日に東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起するとともに仮処分命令の申し立てを行った 神経におけるシナプスに存在する、電位依存性カルシウムチャンネルの α に、デルタリガンドとして結合し、神経細胞内へのカルシウム流入を抑制し、グルタミン酸などの神経伝達物質の放出を妨げる。このことにより、疼痛信号の中枢神経系への伝達を抑制し、疼痛を緩和する。ガンマアミの落酸魔法特性を持ち、 また、ドーパミン作動性の報酬系に直接、間接的に作用するため、薬剤乱用の懸念となる。プレガバリンが、慢性水炎による疼痛を緩和し、プラセボよりも優れていたとの報告がある。慢性創用に対して、有効なことがある。神経伝達物質を阻害することにより、かゆみ刺激を遮断すると考えられている。むずむず足症候群に、 プラミペキソールよりもさらに有効と報告された。など2014年9月17日、厚生労働省は製造販売元のファイザーに対して激症肝炎と重篤な肝機能障害を添付文書に追記するよう指示した。過去3年間で同副作用が発現した患者は11人で激症肝炎を発現した患者1人が死亡した。 プレガバリン単独でオーバードースの危険度は低いが、オピオイドとの併用では、懸念がある。医薬品の添付文書には、急な投与中止により、不眠、悪心、頭痛、下痢、不安や多感症といった症状の可能性があるため、1週間以上、かけて徐々に減量する、胸の注意書きが記載されている。 服用中止の際の離脱症状の特徴については2012年の論文に記載されている。薬物依存の可能性がある。薬物乱用の可能性は明らかであり、アメリカの規制物質法のスケジュール v イギリスの1971年薬物乱用法のクラス C に指定されている。2017年まででは、ほとんどの情報は、 試験時のものであり、乱用に関する証拠一件だけ出版されて、副作用のデータベースを含め、乱用と依存が起き得るという証拠が明らかである。オピオイドのような乱用性は認められない。文献の調査からは、臨床試験では糖水の副作用が報告されており、全臨床試験では、ギャバとグルタミン酸の調節作用からの乱用の可能性を示した。 特に薬物乱用の既往歴のある場合には、乱用の兆候に注意が必要となる。類似した薬剤であるガバペンチンよりも早く吸収され、同様に、糖水と鎮静の混合作用を引き起こすと、考えられる。闇市場での需要の成長も見られる。ABC リリカ、OD 上2 5ラムインタビューフォームハット ABCD スキーファの、ファブリッツィオ,オセリに。 ローラ・ドゥ・チョパ・パンチ、ジー・コル・ケリー、ジョニエム、ノベル・サイコ・アクティブ・サブスタンス、オブ・インタレスト・フォー・サイカヤトリー。ワールド・サイカヤトリー。14、15、26、ドイ、10.1002。 WPS, 2174 PMC4329884 PMIDO25655145 HTTP コロンスラッシュスラッシュ o n l i n e l i v r a r i y c o m スラッシュドイスラッシュ10.1002スラッシュ WPS.20174 スラッシュフル心血管リスクのため主力製品 COX- に阻害薬の販売をメルク社が中止。薬害オンブズパーソン会議。2019年11月12日閲覧。米国でバイックスの服用による急性心筋梗塞や心臓突然死は5年間で約2万7000イベント。日経メディカル。 https://medical.nikkeibp.co.jp；スラッシュインクスラッシュオールスラッシュ。hotnews。スラッシュアーカイブズスラッシュ。342256。html。2019年十一月十二日閲覧。デイビッド・ヒーリー。ファルマゲドン。田島治漢訳。中里京子役。ミスズ書房。二千十五年。八十八ページ。 ISBN 978から4から622079071。ファーマゲドン、2012、大田、広吉、岡、広志薄井知恵、大倉、正幸鈴木、誠、西岡、くすき、A、ランダマイズド、ダブル、ブラインド、マルチセンター、プラセボ、コントロールドフェーズ3トライアル2エバリュエイトザ。 エフィカシー＆セーフティ・オブ・プロガベリン、イン・ジャパニーズ・ペーシェンツ・ウィズ・フィブロ・ミアルギ、ー、アース・ライティス・レス、セア、十四、R。二百十七、ドイ、十点一一八六、R。四千五十六。 PMC358529 プミド23062189 https://www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ PMC スラッシュアーティクルズスラッシュ PMC3580529 スラッシュセミ筋痛症治療ガイドライン2013日本線維筋痛症学会編アリズム サンシュー・ブーエンス、ステファン・エ・ワイルダー、スミス、オリバー・ HG ー、バンゴー、ハリー、ドルーズ、エス・ビュールン・モア、プロガベリン・リドゥーセス・ペイン・イン・ペーシェンツ・ウィズ・クロニック、パンクレオチティス・イン・エ・ランダマイズド。コントロールド・トライアル。ガストロ・エンタラロジー141、536、543、ドイ、10.1053。 ジェガストロ、2011.04-003、プミド2168-3078万、ヨーシポビッチ、ギル、ベルンハルト、ジェフリー d ・ d クロニック・プリライテス。N ・エング、j ェーメッド、368、1625-1634、ドイ、 10.1056、ネーヒ MCP1208,814、プミド23614,588、アレン、リチャード・ピー、チェン、クリスタル・ガルシア・ベルジェーロ。ディエゴ、ポーロ、オーリ・デュブラバ、サラ、ミセリ、ジェフリー、ナップ、ロイド・ウィンクルマン、ジョン・ W、コンパリソン・オブ・プロガベリン、ウィズ・プラミペキ・ソウル・フォーレストレス・レッグス・シンドローム。 NNG, JMED, エエ 370, 621, 631, DOI, 10.1056, ナホモア、百三十万 1303,646, プミド二千四24521,108、神経障害性の痛み治療薬、リリカに重い副作用。2014年9月18日閲覧。ABCD ワールドヘルスオーガニゼーション、プロガベリンプレ。 レビューレポートアジェンダアイテム5.1エキスパートコミッティーオンドラッグディペンデンスサーティーナインスミーティング世界保健機関 http w w w f i n t メディシンズアクセスコントロールドサブスタンスプリレビュープレガバリン pdf 2017年12月5日閲覧 ab ガバペンチン,プロ,ンプロガベリン、アビューズアディクション。プリスクライア INT、152ン、プミド22822593、http コロンスラッシュスラッシュ LEGEFORENINGEN.NO スラッシュ PAGEFILES スラッシュ123775スラッシュ PREGEABALIN %20 OG %20 ギャバペンミセンブルックパーセント20パーセント20オーバーシックドパーセント20アイパーセント20プリスクライアパーセント20万 2012PDFAB シュチャーニングオーレ・ローゼンズ・ワイグメアリー・パティガードアントン・ダムキール・パー・ニールセン・ジミー・アビューズ・ポテンシャル・オブ・プロガベリン CNS ドラッグス 30Q25 ドイ 10.1007S4026301503036 プミド26767525ありがとうございます。